クを元の姿に戻せよ。なんでこんな姿にしたんだ。何？不満なの？てかむしろ感謝しなさい。すごくお似合いよ。お似合い？舐めてんのか。私は真面目に言ってるわ。だってあなた美味しそうに見えなかったもの。私がグミにしてあげたおかげであなたすごく美味しそうに見えるわ。別に美味しそうに見えなくてもいい。とにかく早く元の姿に戻してくれよ。やだね。自力で何とかしなさい。おい、ちょっと待って。一体あの女どこに行ったんだ。あれ、フィッシュスティック、なんか見た目変わっとる。そうなんだ。コルっていう女になんか変な薬飲まされたらグミになった。笑い事じゃないよ。ごめんごめん。変な薬飲まされたってなんで飲んだん。その薬を飲んだら泳ぐスピードが速くなるって言われて。僕フィッシュスティックの中でも一番泳ぐのが遅いから言われたことを信じて飲んでみたんだ。そしたらグミになった。そういうことか。ああ、もうどうすればいいんだ。一体あの女はどこに行ったんだ。早く元の姿に戻りたいよ。じゃあ俺もなんかコルの情報を探してくれ。ありがとうミドッチ、助かるよ。あなたしつこいわね。え、コル、ずっと探してたんだぞ。知ってるわ。じゃあ早く元の姿に戻す方法教えてくれよ。残念ながらあなたの見た目を元に戻す方法なんてないわ。え、冗談だろ。まあ冗談だけど。やばい、うわ。冗談かよ、びっくりさせんな。でも私あなたが元に戻る方法教えたくないんだよね。なんで。だってあなたが飲んだ薬結構高価なのよ。こんな短時間で元の姿に戻るなんてもったいないじゃない。そんなのそっちの都合だろ。僕は早く元の姿に戻りたいんだ。そう、じゃあ元の姿に戻してあげるって言いたいところだけど、もう一つ元に戻せない理由があるんだよね。何？フィッシュスティックをグミにしてほしいってある人から頼まれたのよ。その人はフィッシュスティックを食べてみたいらしいんだけど、そのままだと見た目が美味しそうに見えないからグミにしてほしいって私に頼んできたんだ。だからあなたを元に戻すことはできない。ごめんなさいね。そんなの知らないよ。それもそっちの都合じゃないか。そうだけど、もう私その人からお金受け取ったし、あなたを元の姿に戻したらその人から詐欺扱いされるわ。だからそれもそっちの都合でしょ。そうね。でも分かってちょうだい。あなたを元に戻すことはできないの。私の勝手だけど本当にごめんなさい。あなたはもうすぐその人に食べられる運命よ。君本当にひどいね。何とでも言いなさい。とりあえず元の姿に戻る方法だけでも教えてくれない？教えてくれるだけでいいから、そこからは全部自分でやるよ。それだったらいいだろ。それもダメよ。なんで。だってそれも間接的に私があなたを元の姿に戻してるのと同じじゃない。取引した人を裏切りたくないの。さっきも言ったけど、もうお金ももらったし、その人との信頼関係が崩れたら今後の仕事にも影響が出てくるわ。じゃあこういうのはどう。その取引した人を教えてよ。その人を僕が倒す。それからだったら元に戻る方法を教えてくれてもいいでしょ。ダメよ。その取引した人を倒したら信頼関係が崩れるどころか、もう今後オーラと仕事の取引ができないじゃない。やべえ、プレイ。さっきオーラって言った？え、言ってないわよ。へえ、取引した人ってオーラなんだ。じゃあオーラを今から倒しに行く。やめなさい。オーラに手を出したら私は許さないわ。オーラごめんなさい。フィッシュスティックにあなたのことを言ってしまったわ。いいのよ、自分から来てくれたじゃない。ちょうどグミになったフィッシュスティックを食べに行こうとしていたところや。よくもオーラを倒したわね、フィッシュスティック。
君が早く元に戻る方法を教えてくれたらこうはならなかった。うわ、早く元に戻る方法を教えろ。じゃないとコル君も倒すぞ。オーラを倒したからもう方法は教えないわ。なんだと。うわ、結局元に戻る方法分かんなかった。そんな方法分かんなくてもいいのよ。私があなたを食べてあげる。やばい。うわ、うん、なかなか美味しいわね。